外出規制が続くアメリカでは1日のメーデーに合わせて労働者らが職場復帰を求める集会が相次いで開かれました。ロサンゼルスの中心街に久しぶりに多くの人が集まりました。しかし 1.8 メートル以上他人との距離を取るというルールは全く無視されています。メーデーの1日長引く外出規制に抗議する集会は全米の少なくとも20カ所で開かれました。ロサンゼルスでは数百人が集まり早期に外出規制を緩和するよう訴えました。一方、カリフォルニア州南部では経済活動の再開とともに閉鎖されたビーチの開放を求めて2500人以上が集まりました。経済活動の早期再開を目指すトランプ大統領を支持する参加者も多く政治色が濃い集会になりました。